車のここ見てほしいところを聞きましょう。ちょっと数少ないんで、はい、前履いてたホイールが 8J のオフセット45で、プラスあのワイトレ入れてたんで、それを計算して今のツラーを出したような感じですね。これはちゃんとスライドドア開くんですよね、後ろ。開きます。だからスライドドアの車ってそこが大変やね、うん、あそれを計算しないとやっぱ当たるから。当たるからね。そうそうそう、はいはいはい、ドアの外は当然当たるけど内側って結構分厚いから、そこはこう行く時に当たっちゃうから、 そこがみんな結構悩むのよ。ミニバン3は悩むところなのよ。ええここのフェンダーのここアーチないんで、スライド出さないとタイヤとホイールが干渉するんですよ、この形は。大変。あらランベック LM7 はこれ見たらかっこいいわ、うん、みんな深いし、この方のステップワゴンってやっぱりちょっとやっぱり減りつつあるから、うん、希少っすよね、うん、そうです。いやありがとうございます。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 うわすげえ、あれドワークスやん、うん、めっちゃいい。オーナーさん出てきた。オーナーさん出てきたってことはアピールタイムやね。はい、ただいまよりアピールタイム始まります。じゃあ所長、あのオーナーさんにあのここ気に入ってます、ここをあの見てくださいってとこあればちょっと教えてほしいです。もうフルクリア余計すぎて、車はすごいこれ車めちゃくちゃ速いんやで。知ってるよ俺、昔連れのお父さん持ってて、めっちゃ速いなこれな。エンジンだけなんかちょっとチューンしたやつ、そのレース関係やってる人がチューンしたやつ。いやもうこれに FF01 最高。これ15っすか。15です。もう 70-20 70-20。 はい、やりすぎやりすぎ、もうこれ頑張りました。やりすぎこれ15の 70 やけど、センターキャップローにしてんねん、わざと。見てみ、ーはーはー、ハイキャップじゃないねん。軽自動車用ディスクだけはローディキャップやけど、うん、ほんまハイキャップやのにローキャップをわざとつけてはる、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ田中さん、うん、僕あの予告しました、うん、会いたいと。もうこのゾーンええんちゃうかな。会いたいと僕は YouTube で言いましたよね。あ、言ってた言ってた。もうこのゾーンええんちゃうかな。はい、来ました。ワークのミニバン軍団、皆さんどうも。はい、集合。どうも、その説は申し訳大変申し訳ございませんでした。どうも、申し訳ございませんです。というのは置いといて、皆さん勢ぞろいですか今日。そうですね、カラリズム全員揃いましたね。もうあれよ、あの言わずもがなやろ。いや、そう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 、はい、全員サイズ一緒っすよね。サイズ一緒っす。もうサイズちょい違うぐらいです。あ、インテーとか。へぇー、 9.5 だ。 9.5 の18インチ。僕の車これだよっていう。はいはい、どうぞ。え、どれ。緑。あ、緑これですね。これ あれっすよね、後ろってなんか外れてます、なんかパーツ。そうです、今日外してきました。あ、これでもドア開くんすか。ドア開きませんねな、ミニバンはそれがあん。ほんま、さっきのステッパーゴのみたいにもう入れるまで限界まで頑張るか、もう諦めるか、どっちかに。ということはこのミニバンを2ドアで乗ってるような。普段はこれじゃないんで、普段はシュバートでファミリーカーで乗ってますんで。じゃあイベントの時に。そうです、全体だ。もう理解できへん。ミニバンは家族用じゃないよ。だから家族用じゃん。これほんまに開けへんのって後ろ。どうやってたのって開けへんって。うわ。ほんまに当たってるわ。やばない。違います。当ててるんです。当ててる？はい、当ててるんです。あ、ストッパーっすよね。そうです。あの車保護のために。はいはい。はい、次この車って人。はい、はい、どうぞどうぞ。これです。これ来た来た。変わんない、あれと変わんないです。わざわざ。はい、これこれです。すごい。もうあの、ドアは開かないと。ドアは開く。開く。どうなってんの。ここで開かない。あ、ほんまにスピーカー当たってるわ。スピーカー当たってんねん。捨てんねん、だからここでストップ。ちなみに普段これです。うお、これは LS406。 いや、305。あ、305、うん、めっちゃかっこいいです。重いです。ここいいです。重いです。重いです。優しい。はい、次行きましょう。はい、次、はい、次誰だ。はい、はい、これ YSR さんやん。
もういるその赤へん下り。ほんますごない。面白いわ。おお。こんだけしか赤へんミニバン意味がわからんわ。はい、どうございます。さあ次は誰だ。ありがとうございました。次は誰だ。はい、来た。どちらでしょう。急に若くなったな。オレンジ色。お、本当だ。若くなった。若くなりました。若いな。若いですか。おっさんばっかだからな。あ、まだ全然あの道は戻れますよ。あ、戻れますか。全然大丈夫です。まだ、まだ間に合います。そうですね。まだ。オレンジ色で。これはオレンジ色で。もうこれ、あれでしょ。スライドドア開かないのは開かない。そうですね。はいはいはい、どうですかね。もう、もちろんのこと。やっちゃうんですか。いや、もう行きましょう。もうこうだったらね。スライドドア開かない。あくん書いてて。お、え、あくん。あくん書いて。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。あれ。出てください。まあ、ね、前回のワークホイールズジャックの YouTube を視聴していただいて、はいはい、なんか前回の四国の方なんですよね。はい、で鈴鹿ついにやった時に高速の途中でどうも、うん、なんか当たったんかな、風かな、うん、ラパンの後ろをこうなくなったピックアップで来られてた写真あったと思うんですよ。覚えてる、和田君。はい、覚えてます、覚えてます。で、なんかそれをどうも多分律儀な方なんですよ。はい、落ちてるのを探したらしいんですよ。あ、高速道路上に。そうそう、探して探して、うん、でなんか多分本で、いや戻したでじゃなくて戻したんやけども、多分ちゃうパーツも拾ってしもてん、ついでに。あ、そうなの。で、こうやってるうちに、うん、見て伸びてん。だからラパンがリムジンになったのよ。長くない。うん、どういうこと。1個じゃなかったんですよ、落ちたのが。落ちたのが1個じゃなかったんですよ。1個じゃなかった、はい、前見ていただいたら、はい、上がなかった、なかったですね、はいはい、で下も落ちてたんです。で、やっぱりもったいない精神と、はい、やっぱり高速道路に物を置いていだ、ダメです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 、はいはい、まあ、持って帰っとこうと思いまして、はい、で、そのままもうつけちゃったんです。そしたら、ちょっと余分になっちゃったなっていうことで、よほど余分な分酔ったみたいな感じなんですよね。お前が振ったボケやろ。違う違う、もうあれやね、ほんでな、今、ごめん、気づいてない、俺も悪かった、うん、多分、ホイールも拾いましたよね。ホイールは、ちょっと新しい、ほら、ホイールも拾ってるわ。これ、タカさん、どういうホイールですか、これは。グラック CKV です。CKV。前回は、はい、T グラビック、ね、書いてられたんですけど、はい、多分、ホイールもその時に多分、拾ったんでしょうね。だから、前回、ボディカラーは紺色？ブルーみたいな。ブルーでしたよね。そうです。ルーフが白でしたよね。はい、あれびっくりしたんだよ、画像で僕見せてもらって。落としてん。うまいこと落とすなぁ思って。えぇ、ー、え、あっこいな、これ、なんこれ、切っとく後があるとこ、ここの半分から前は前のこと、ここの半分の後ろは後ろの車の前のこと、ここは前の車の後ろのこと。ごちゃごちゃ聞いてても分かりません。7枚ドア。ラパンの7枚ドア、うん、新しいな、これ。でもこれなんで開くようにしたんですか、これ。いや、開いた方がいいじゃないですか。ただの壁より開く方がいいでしょ。ちょ待って、これやばくない。あとあの換気をやっぱするために少しでもいっぱいね、こう抜けた方が。抜けすぎやないですか、これ。これはすごいな。これやっぱりだからレッグスペースも広くなってます。めちゃくちゃ広なってます。ちょっと今いや、あの中見てみ、中見てみ、めっちゃ広いから。前のシートが一番後ろでこれだけのスペース。ちょっと欲しいなんねん。ちょっと欲しいなんねんって。俺この広さのラパン欲しいもん。ちょっと座らせてもらって。あ、助手席座ってみます。あのフラットになるように助手席座っていいですか。はい、失礼します。はい、この車欲しい。この車欲しい。何これ、すげえな。欲しい。うわー、この車欲しい。どうですか、最高。この車欲しい。やばー、この真ん中のドアでハートをギュッと掴まれた。これね、皆さんね、喜んでくれるんですよ。これやばない、うん、で、同じこと言われる。なんで開けるようにしたの。いや、開いた方がいいでしょっていう。誰も入らない。無理やな、こんなもん。
無理やな面白い。いやすごい、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。めっちゃ楽しい。お待たせしました、VTEC 夫婦です。あ、すごいですね。ありがとうございます。これご夫婦で。はい、夫婦で DK9 乗ってます。いや、あのね、旦那さんがこういう車に乗られてるっていうのは、まあまあよくある話やと思うんですよ。奥さん、またなんでこれを、まあ、出会ってから、はい、車の教育を受けまして、まんまとまんまとあのカスタムカーにハマってしまって。え、あ、そっからなんですか。結婚してからなんですか。まあ、全く車興味なかったです。もうあの車を改造して乗る人たちがいるっていうことすら知らないぐらい車にもうただの移動なしっていう。でこれをこの EK9 がマニュアルしか設定がない車なんですけど、これを乗るためにオートマ限定を解除してマニュアルを取りに行って、結婚した後に。じゃあちょっともう旦那さんの車と奥さんの車とここ見てほしいっていうのを、まあ、やっぱりフカリムですかね。このブロンズアルマイトっていうのがすごい憧れだったんですけど。いいですね、似合ってます。それにしたくて、今全く同じだと面白くないんで、ディスクの色とかピアスボルトの色を、はい、まあちょっとそれぞれ個性で差をつけてるっていう感じ で外観はエアロとかが、まあ、僕の好みなんですけど、もうシビックはもう素の状態が一番好みだったんで、もうスポイラーとか、まあ、細かいの言うとヘッドライトが僕のはちょっと社外に変わってるかなって。ああ、ちょっと違いますね。パッと見分かんないみたいな。私のはちょっとまだまだ、いや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 、あの世間一般的にもうここまでやっててよ、まだまだ言われたら、いやもうなんか車高も音のに負けてるし、ここのなんかクリアランスもちょっとなんかまだ甘いんで。嫁さんはどちらかというとこうハの字っていうかキャンバーをつけるのがあまり好みじゃなくて、まあ、僕はちょっとキャンバーつけるのが、はいはいはい、キャンバー角とかでもちょっとこう個性出してるかなって。もうあの今ちょっと奥さんのコメントを聞いてちょっと気づいたんですけど、ここのそのお二人間でカスタムのせめぎ合いというか負けたくない感、ああちょっとあるかもしれないですって、はい、すごく感じたんですよ、うん、はい、ということであの IKEA に来るのであのたまたま大阪のこの前島に来られた、ダイトさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか聞くところによりますと、なんか IKEA に来るためにたまたま大阪来たらイベントがあったから顔を出したっていうことですね。そうですね。ああ、はい、ちょうど近くだったし、ああそうっすよ、ね、寄ってみようかなって感じで。そこまで行くよね。はい、なのにこんなにかっこいい車持ってきていただきました。いやで、スタンス愛知の時にね、はい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 、アワードを取られてるわけですよ、うん、この86がね。で今日ダイトさんにあのスタンス愛知の時って完成度は何パーセントだったんですかとお聞きしたんです。なんとあれ 40% の、そうですよね、40%、はい、で、いや、あれから時間経ちましたよ、ダイトさん、今日あれから何パーセント進みましたかっていう。いや、お願いします。あれからちょっとしか経ってないですからね。いやいや、そんなちょっとしか、いやいやいや、それなりに経ってますよ。そう、そうですかね、はあ、まあ、でもそれなりに経った分だけ、はあ、今 2% ほど進んだ。2% ね、皆さん今42ぐらい、ありとる、ありとる。で、ね、皆さん 42% ですよ。 2% 進んだ。何が進んだか、ね、スモールがつくようになりました。はい、ありがとうございます。いやいやいや、もうなんだそれはと。ね、ホイールもね、うちのホイールに変えてもらいましたけど、変えました。いやいや、もう相変わらずでもこの発色が、そうなんですね、綺麗ですね。結構色はこだわってこの色にしたんで、ね、先ほどもちらっとお話聞きましたけど、はい、そうですね、すごい色だ。そう、はい、これ橙色ですよね、橙色。いや、これね、だから画面に見てはる人ね、赤っぽく映ってるかもしれんけど、朱色、ね、ちゃんとオレンジなんですよね、うん、オレンジにしたんですけど、あの赤い86って言われます ねだからこうレンズを通しちゃうとダメなんで、大大ね、大大、見に来て、皆さん見に来て。いや、ちょっと、そしたらちょっと車の説明してもらいましょうよ。軽くね、さらっとでいいね。まあそうですね、いろいろ知りたいですけど、はい、まあ大きくはやっぱみんな見てもらってるのはエンジンルーム見てもらってるんで、まあエンジンですかね。すごい。とりあえずまあもう86に乗ってる 4AG はもう捨てて、で新しくアルテッツァに乗ってる 3S を乗せてます。これも今あの仮の姿なんで。
仮染め、結構仮染めです。だいぶ今からまだまだ変わりますけど。これだって何ですか、ね、あれでしょ、俺僕が見たら、はい、もうこっからこうどんどんパーツが足されていって、はい、完成形になると思ってたんですけど、はい、噂によるとこれ下ろすんでしょ。下ろします。もう一回、もう一回下ろします。もう一回全バラになります。 40% なんで、はい、まだまだこれとりあえず置いてあるって思ってた。一応エンジンかかって動きますけど、もう一回下ろします。これターボ化するんで今から。おー、意味が分からへんわ。もう俺もそう、俺もそう。ターボ化するんでエンジン下ろしてエンジン作り直して、でタービンつけて積んで、でもそうするとミッション持たないんで、ミッションも違うのにして、でそうするとデフも持たないんで、止まらないですね。デフも足回りも変えます。なのでまあ外装はあんまり変わらないかもしれませんけど、もうすごいですよ。もうこれあの24時間で作ったっていうやつですね。それ言っちゃダメです。これえ言っちゃダメです。あ、言っちゃダメです。あんまり言っちゃダメです。でも変わるから。いやもうだから、こうしよう。これを追いかけていこう。ドキュメンタリー行く。あの情熱大陸、結構仕事のプロフェッショナル、仕事の流儀、キープライム大統なんか何かパクってますよ。プロフェッショナル、仕事の流儀、情熱大陸やろ。AE86 言っちゃったよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでまた大東さんに応援 できるかもしれない、はい、ね、かもしれない。さよなら、はい、ありがとうございます。さあ終わりました、はい、ワークホイールジャック前島スポーツアイランド終わりましたよ2022、うん、もう雨に流された一日。でも途中からね、やめましたからね。そう、昼からやんで、うん、もう今やんでますから、ね、まあまあちょっとね、お話聞けなかった方もね、たくさんいますし、まあ逆にいっぱい話してくれたね、方もいるんで、すごい楽しい一日やったよね。いやもうそうです、うん、もうミニバン軍団の人にもね、謝罪できましたし、うん、帰っていくわ。そう、あ、そう、謝、はい、謝っとったね。はい、もうあの謝罪できましたし、もうミニバン軍団がなぁね、はい、あの夫婦でね乗ってるシビックの人。あーいいね、よかったっす。もういいの撮れた、はい、ただ皆さん回れなかったのはちょっとね、時間の都合上残念なので、ね、次回はもちろんあのまた多くの人にインタビューしたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。こうご期待ということですね、はい、ではね、この動画をねいいと思った方は、ね、いいねボタンと、はい、チャンネル登録の方お願いします。お願いします。ではまた。